と思います。すみません、こちらお願いします。笑顔でお願いします。2列目行きます、その後。はい。はい、破天荒×カエル主義、伊達政宗役、柳田康介です。お願いします。ドエス×ユイガ独創、織田信長役、小笠原健です。よろしくお願いします。クール&マイペース、サルトビサスキ役、サルトミジョージです。よろしくお願いします。カリスマ、ヤンデー、レスリー・ケンシです。よろしくお願いいたします。ヒロイン、水崎舞役を演じさせていただきます、早野コールです。よろしくお願いします。はい、大人かける女たち、武田信玄役、もう一回いきます、大人かける女たち、武田信玄役、横山さみです、よろしくお願いします。はい、堀江さんはかけるツンデレ、サラダ雪村役、荒方春です、よろしくお願いします。はい、セクシーかける浮世離れ、今川義元役の武井志五郎です、よろしくお願いします。いいです。はい、野心家かける魔女役、沢家康役の木原瑠衣です、よろしくお願いします。はい、ミステリアス意地悪、明智光秀役の明です、よろしくお願いします。はい、モテ男をかける兄貴原、豊臣秀吉役の時川小出です、よろしくお願いします。はい、ペロモンかけるズラの名刺機、石田三成役の天野真理です、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。小悪魔かけるライドライドルノリランド役、石本ゆずきです、よろしくお願いします。以上をかける復讐機ケニア役が出場しております、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、やっぱりもう4回目ともなりますと、やはりキャストの絆だったり、今回、新しいキャストの方も増えまして、よりパワーアップしたイケメン先駆ザーステージを、皆さんにお見せできるんじゃないかなと思っておりますし、本当にですね、こうやって4回目までこれからもやっぱファンの皆さんの応援あってこそだなと、本当に心から申したいと思います。皆さんご期待に添えるように一生懸命汗を垂らしていて戦国ライフに生き抜いていこうと思いますので、よろしくお願いします。エコバでもエピソードなんかあったら教えていただきたい。そうですね、やっぱりもう勝手知ったらなんとやらでも早乙女ジョージさんをはじめ先輩方が盛り上げていただいてね。あ、バイク来なかった、うるさいわ。ギリギリだよね、その情報いらない。いや本当に、でも新しいね、お二人がお二人とあとティーム様もいらっしゃいますし、水谷も最初から、あれ、あ、そうだっけ、最初からだったっけ、今回から新キャストじゃない、4回目です、4回目です、少しいな、デクス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 、まあ、雪村元成、信長、謙信、もう一人一人もう恋愛の仕方が違うんですよね、もう。そうですね、もうみんな癖があって恋愛の仕方によく成就してるなと思いながら4回続いてるんですが、もう今回も謙信編で、まあ謙信の謙信様の独特なこの何だろう恋愛の癖がまあまだ皆さん見てないでしょうけどあるじゃないですか。そうですね、はい、それを存分に出てるんでこの舞台で、見てくださるお客様はそれを見てね、楽しんでもらえるような作品になってると思うんで、期待してもらえたらなとは思います。そうですね、やっぱりまああの、まあ、前回の信長編もそうですけど、あのそのルートが分かれてから縦だったりとか、まあ、本当にお話も全て違うので、まあ、結末も違って、いろんな味を見て楽しんでいただけるかなと思ってますけど、そうですね、それこそ賢者様、はい、もう情熱幸福でいうと、もう縦でバリバリとアクロバットをかましていただいて、どうですか、幸福、どうですか。そうですね、個人的にはやっぱ幸福の方が、体力的にはしんどいです。あやっぱそうなんですね。ただそうですね、心情的なものとか全然違うし、やっぱりね、座長の松丸君と一緒に縦をやるシーンは本当に楽しいし、ぜひ見ていただきたいですね。よろしくお願いします。生丸君も結構ね、今回ね、相方が変わったから、でも全然なんか、パパ、パパでなん、パパで、パパでなん、でも本当にやっぱり、さっきも、ね、言われましたけど、情熱と興奮で、頑張るのも、だいぶ、今回は、ギャラと変わってくるので、すごい見どころポイントとして、ポイントのバイトのポイント。情熱幸福、今回信長編以上にあの
違いがはっきり分かれているものだなと思いまして、情熱は本当に謙信様無双、無双というか謙信様と前の思うんですかね、謙信様を救いたいという気持ちで演じておりまして、幸福は、あ、両方謙信様を救いたいんですけどどないやろ、そうなんですけど、あの幸福は本当になんかみんなと一緒に力を合わせて謙信様を救おうっていうところが、まあ、ケンヤ様とちょっと戦っていただくんですけれどもここまでですね、本当にキャスト全員一丸となって、この作品を作ってまいりましたので、ぜひとも、情熱幸福ともに、楽しんでいただければありがたいと思っている次第でございますので、本日もエレプロも一生懸命、やらせていただきますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。